ただいま紹介に預かりましたATR の萩田でございます。この度研究総括ということで、ATR のことを知ってる方は多いとかいうこともあるかと思いますけど、やはり我が国の研究者の方がより一層レベルの高い研究をしてもらおうかなということで、微力ですが私がいろいろこの新しい領域テーマについて、研究総括をさせていただきたいと思います。で題名はですね、日本語の方は人間と調和した創造的共同を実現する知的情報システムの構築ということで、ワンブレスで言えないぐらい長いんですけども、英語にしてみますとインテリジェントインフォメーションプロセッシングシステム2、それでそのシステム2がクリエイティングコーエクスペリエンスナレッジアンドウィズダム、知というのは、ナレッジとウィズダムがあって、一緒に体験しながら取っていくような、そういう創造的なそのシステムですよと。でそれはどうやりますかっていうと、ウィズヒューマンマシンハーモニアスコラボレーションということで、こういう単語はまだないと思うんですけども、ハーモニアスっていうのはハーモナイズ とは多少違ってですね、もう少し、お互いが協調し合うっていいますか、調和するという、あまりにも機械が走りすぎて人間のいろんな情報を取りすぎても問題ですし、人間が機械の言いなりになっていろいろ使うのも困りますし、その間をどう取るんだという大変にユニークで面白い、それでいて情報系の人はどうしても踏み込んでいかないといけないテーマだと思っております。でこの先ほどもお話がございましたが、このクレストについては領域目標として文部科学省の中の戦略目標名のもうここの人間と機械の創造的共同を実現する知的情報処理技術の開発の枠の中でこのクレストを提案していただければと思います。でその枠の中に書いてある先ほども図にありましたが、目標達成目標1、場の状況と話の流れに応じた対話の実現に向けた知的情報処理技術の開発をしてほしいのと、達成目標2で人間と機械の創造的共同を実現する知的情報システムの開発に向けた対話作業、対話と作業などのメカニズムの解明と技術開発をしてほしいという大きな枠の中で私の領域が設定されております。でその研究総括の方針の最初の背景ですけども、皆さんよくご存知のように ICT が社会に浸透すればするほど、新たな問題が起きるわけですが、少なくとも我々はこういう1994年とか5年ぐらいから始まったインターネットの流れで、生き字引というそういうリビングディクショナリーみたいな名前もあまり使わなくなりましたし、インターネット検索が当たり前になりましたし、百科事典というのは昔書斎にそういうのを持っていれば一番良かったんでしょうけど、今はなかなか百科事典を持つぞという方が少なくなって、ウィキペディア等でどんどん新しい知識をゲットできると、インターネットからできると。で昭和40年代に流行った、皆さんはまだ生きてらっしゃらない、生まれてらっしゃらなかったかもしれないけど、クイズ王みたいなテレビ番組がいろいろ流行ったわけですが、今も IBM 様 のワトソン君ですとか、そういう質問応答システムが自由に使える時代に入ってきたと思います。で我々は94年5年くらいから始まったキーワード原作を未だにこれからやるんでしょうかということとですね、木瀬川先生とか田中先生が、先週も説明会があったと思いますが、今クレストでもやられているビッグデータアナリシスという時代に入った時に、いろいろなところにセンサーネットワークが張り巡らされて、実世界の中でその情報がどんどん利用されようとしているという時に、新しい知識のゲットの仕方があるんじゃないかなということが、一つ背景にあります。でもし、我々が街中で行動するだけですとか、機械にジェスチャーや動作をするだけ、こういうのはゲームとしてはもうそろそろ出てきて、キネクトを使ったやつが出てきてるわけですが、そういう我々が行動していちいちタイプインする代わりに、
新たな人間と機械を共同することによって、まあ、こうやって増え続ける大量の知識をどうやって活用するかという新しい方法を考えていただくというのと、まあ、こういう人間と機械の共同過程から得られる新たな知識、知恵、まあ、こういった例えば体験を一緒にすることによって得られる知だと思いますが、そういう活用法を、まあ、これから処理する時代 でそうしますと個人や集団の知的活動が飛躍的に向上する時代に入るのかなというふうに思います。ですから皆さん知識をゲットするときにウィキペディアとか Google に入るだけではなくて、今度皆さん体験するとその場所でいろんな情報を得られる。でそれはいつでもいいことだけでもないわけで、今目の前にいる人をどう助けようかっていうときに、いちいち、そのタブレット端末で、どういう意味だっけってこう入れてって、時々刻々と変わるその人の状態を助けることができないようなことにならないように、もっともっとその場の皆さんの行動とか相手のセンシングの情報とかをゲットしながら、新しい知識が教えられてそれで直していくみたいな、まあ、そういう新しい知ができていかないかなというふうにちょっと思ってます。あまり私言いすぎるとですね、皆さん方の提案にすごく影響されて、それじゃないといけないのかみたいにすぐ敏感に反応される。私もいろいろ反動をとって今まで生きてきておりますので、すごくよく気持ちがわかります。ただ今日私が言うことだけで、決してお決めにならないようにしていただきたいと思います。でその中で実は新しく生み出される知識の社会的、法的需要性などの新たな問題というのが、まあ、最近非常に問題になってまして、まあ、ご存知のように駅の中の人の行動とか問いますと、その情報の価値とかですね、取り方に応じて、まあ、いろいろな社会問題を起こすと。で一つの私2007年にこういう本を書いてございますので、まあ、7章とか8章を見ていただければ、ある日突然何々さんが、なんとか空港で、いきなり、まあ、ロボットに決してこだわるわけじゃないですか。ロボットが近寄ってきて、まあ、ブラジルの人だったらポルトガル語をいきなり話したと。私のことを知らないはずなのになんで話せるんだみたいな問題の、我が国の法律上どういうふうに関わってくるかみたいな話が書いてございますので、まあ、一つの参考としてお使いいただければよろしいと思いますし、で今FP7 のヨーロッパの方ではロボローっていうプロジェクトがまさしく走っております。でここに天秤が書いてあるように、まあ、どっちの機能を優先したり、人間のアクセプタンスというのはどういうことなのかというようなことを、まあ、実際に弁護士等が入ってみんな議論しています。我々日本の方からも入ってやっております。でそういう世の中全体がやはりそういうバランシングしないといけない、ハーモニアスなコラボレーションしていかなきゃならない時代に来ていると思うので、まあ、皆さん方も ICT のエキスパートとして、これから新しいものをシステムを作っていくときに、必ずそういう法的、にはどういう問題があるのかっていうのをご理解していただければと思います。でそういう中で求められる研究としては、前提としては本研究領域では個々の要素技術の研究発展だけでなくて、やはり社会が受け入れる知的情報処理という視点もぜひ着目してご提案いただければと思います。領域はここに書いてございます情報科学、認知科学、社会科学、ロボティクスなどの関連分野を融合していただきたいと思います。でこの前提の下で、人間社会と調和のとれた知的情報システムを研究開発して、私の場合は今前提としてですね、インターネットを無視することはできませんので、これを含む実環境で、実証するということを目指していただきたいと。で、まあ、実証するって今までデモとかですね、そういうものが多かったんですが、まあ、ぜひとも実証して ICT の方がいろいろな社会の役に立つんだよってことを示していくように提案していただければと思います。でそれを一言で言うとですね、私の意見だけではなくてですね、 JST の皆さんが考えていただきまして、研究領域全体像として一つの皆さんの意見が入っているものでございます。これが全てでもないです。まあ、ここに書いてある言葉をその通りやらないと採択しないとか、そういう小さい人間では私考えておりませんから、伸び伸びと私の研究提案者はこういう考えでやってるんだということを提案していただけるぐらいの
大きな気持ちで書いてほしい。でその中心にはやはり対話とか共同過程というのを大事にしていただきたい。一人の人が一人のスマホに、一人一台のスマホに何かやり取りをして情報をゲットする時代から、皆さんで一緒に作っていくみたいな、また機械も入れて作っていくみたいな、そういう新しい知識を提案していただきたいと思います。で、まあ、分野的には非常にこれ言語、非言語、情報処理と環境知能、知識処理とかイミネットワーク、人、機械インタラクション、機械学習、認知科学、社会科学という、こういう非常に広範な領域を多分必要になるのではないかというふうに思っています。でそれによって、高度な新しい意思決定システムですね、いちいちタイプにするだけではなくて、もっともっとその場の状況に応じてそれに合った情報を出してくれるというような新しい考え方をぜひ提案していただければと思います。で自走イメージはですね、これはここに書いてあるのは全てではないんですが、まあ、何でもありということを逆に言ってまして、皆様方の方から柔らかい頭で、どんどん新しい、知というものがあるというコーエクスペリエンス、ナレッジ&ウィズダムというものをぜひハーモニアスなコラボレーションで出していただきたいというふうに思っております。でそこ の求められるシステム構築で求められることですが、まあ、具体的に選考基準ですかね、選考基準はそのお手元の資料等にも書いてございますが、2.2.7 に基準が書いてございますが、その中でも私の研究総括の中では次のですね、提案内容になぜその研究が必要なのかというのをぜひ書いておいていただきたいのと、それは社会へどんなインパクトを与えますか、これは私も自分でいろいろ提案しばくときに非常に悩むところで、新しい社会へのインパクトって今ないじゃない、ないものをどうやって分かるように書くかということも皆さん普段からやられていると思いますが、ぜひともこのクレストについてはとりわけそこを頑張るぞとかいう気持ちで書いていただければ、例えばEU のですね、Horizon 2020系ですとインパクトのところはかなり大きな視点があるんですが、別にそれにかぶれてる必要はないですが、インパクトプラスマキシマイズインパクトっていう項目もあります。さらにマキシマイズするという、そういう意味でなんでこんな我々が提案していることがインパクトがあるんだということを書いてほしいのと、やはりその時に倫理的、法的、社会的な視点でぜひ皆さんのシステムが導入される時に必ずその問題に直面するはずですので、ぜひ書いていただきたいのと、まあ、私 の総括で非常にユニークな点は、中間目標とか最終目標で実現するシステムのイメージとか、まあ、できればですね、数値的な目標を書いていただきたい。これは私も十何個いろいろファンド取ってですね、いろいろ悩んだ結果、やはり数値目標をやった時の方が、実用化等がですね、やはりうまくいきまして、売れるものが出たりしました。でそれは萩田先生、それはね、数値目標が簡単なやつは選んだからですよとかいろいろあるんですけど、決してそんなことはなくて、いろいろ考えて、で私も単にこう不倫に落とすぞとかそういうことじゃなくて、ICT の技術がもっともっと普及するように具体的な数値目標を一緒に議論しながら直していきたい、世の中に出していけるようなものにしたいと思いますので、ぜひともこう編み出していただきたいなというふうに思います。でその中でイメージと要件で、大きく分けると、まあ、次の要件が必要ではないかなと私が思っているだけで、これ以外にも4番目5番目に、5番目6番目以降に皆様方がアイデアとして出すのであれば、先ほどの戦略目標の中に書いてある達成目標1、2が含む範囲であれば皆様方が提案していただいて結構ですが、まあ、一つの分け方としてビッグデータによるセンシング機能ってこれから避けられないと思う。スマートシティやなんかで必ず使われていくと思います。あとは安心してサービスアプリを利用できるような環境づくり、工夫。あとは人々と機械の共同過程で生まれるような知識を考える時期に来ているんではないかというふうに思います。で、その時にやはり人はどうやってるの、人々はどうやってるのっていうのは多分お使いになる時に必要になってくるのかな。
これ必須ではございませんが、まあ、そういうことも解析していただければ、なんせですね、お金の予算の範囲でやることですから、何でもかんでも同じ予算で、1000万の時と1億の時と10億の時と全く同じ文章が書かれるわけはないんですね。それを皆様方にそういうセンスも養っていただくという意味で、その予算に合ったこういう選び方ですね、リサーチイシュー、どこにプライオリタイゼーションと言いますけど、どこにプライオリティをつけてそれを提案しているかということを評価したいと思います。で、具体的な中身はですね、もうちょっと細かくなりますが、まあ、ビッグデータのセンシングにおいてはやはり、個人とか集団をやはり特徴としてゲットすると、単に個人の特性だけじゃなくて集団も考えたいと思っています。で、逐次変化するような実環境とネットワーク環境の両方の、まあ、システムの情報を高度なレベルで把握して、その時その人集団に合わせた最適なサービス群ですね。サービス群っていうのは、例えば皆さんこちらの市ヶ谷の JST に来る時にも乗り換え案内だけを使って来られたんではなくて、マップとかいろんなアプリを使ってこちらに来られてるんじゃないかと。で、そういうこれから我々が ICT でサービスをしなきゃならないのは複数のサービス群からできていると思います。一つのサービスをサービスフローという形で複数に分けるやり方もありますし、サービス群というやり方もありますが、まあ、そうやって、サービスを分けて、提供するような、まあ、センシング機能というものと、あと安心してサービスアプリを利用するような環境づくりですが、これは非常に重要な点はですね、皆さん方がいちいちアプリをダウンロードするときに同意するしないといういちいちやると思うんですけども、それはどういう基準でやるかというと、もう時間がないからやるとか、しょうがないなとかいうのでやるところがあると思うんですが、これからのシステムはその辺を優しくですね、教えてくれるようなシステムもぜひ入れてほしいな。あとは共同家庭で生まれる地というのはですね、今まで、必ずしもタイプインしてゲットするものではなくて、お互いのやり取りの中から自然とそれに合った知識を出してくれるというような、まあ、そういう仕組みをぜひナレッジの部分とウィズダムの部分、この定義を言い始めると哲学まで戻っていくと思いますが、私はこれからの ICT は、先ほど言ったように、リビングディクショナリーだとか、百科事典とかいう昔の考え方ではなくて、これからの新しい ICT を使った新しいナレッジとかウェイジさんというものを作っていけばよろしいと思うので、まあ、そこに考えが合致するような、その機械と人間集団が調和的に共同するようなことによって生まれる地を提案していただきたいと思います。あとは人々の特性も調べていただきたい、先ほど言った通りでございます。で、具体的にはその一番のビッグデータセンシングにつきましては、こういうメディア認識理解ですとか、まあ、パターン認識ですね、メディア理解ですとか、まあ、自然言語理解、マルチモーダルインターフェース、状況空間状況認識、センサーネットワーク、環境知能、まあ、こういったものをうまく利用していただきたいなと思います。 できればこういうところはかなりオープンソースとかですね、標準化みたいなのも進みつつありますので、まあ、そういったものもうまく利用して全体のコストをセーブしながら効率よく開発するということも考えてほしいと思います。で、2番目としてはやはりビッグデータですね、可視化、まあ、ビッグデータの分析と可視化と人と機械のインタラクション、社会行動モデル、シミュレーション、機械学習、推論予測という、まあ、これまで人工知能の分野がやってきたものをぜひ駆使してですね、例えばですね、まあ、これを言い過ぎるとまたそうなのかなと思っちゃうんですけど、高齢者とか障害者の方ですとか、そういう方が分かりやすく検索できるようなものがあったとしたら何かと、まあ、単純に言えばですよ、電動車椅子、皆さん方が実際の現地でですね運転されている時にどうやってマップの情報をゲットするのかと、今そういうのを止まってやるんですか、カーナビの人は運転しながらゲットできますよね、どうするんですかみたいな、例えばですよ、これを言い過ぎるとまたそれに影響されると困るので
例えばそういうものです。共同で機械と人間がやり取りしていると。で3番目としては、共同過程で生まれる知としては、知識処理とかオントロジー、意味ネットワーク、ソーシャルマイニング、クラウドソーシング、こういったものがいろいろ人間と機械のやり取り、遠隔操作等で実施されていると思います。でこれを、標準化も含めていろいろ世界中が進んでおります。でそこの中で皆さん方が開発したものがいろんなところに使われるというのを、私は夢見ながら、夢見てるだけじゃなくて実現しようと思って、海外とのコラボもやりたいなというふうにちょっと思っております。あとは人間の特性をやはり調べると非常に、ある時期ミミックラーニングとかいろいろ流行った時期がございますけど、本当にこれから新しい知識とか知恵をゲットするときに、人間のこれまでやっていた我々が見逃しているような情報、こういったメカニズムも探していただければと思います。認知科学、社会科学、脳、神経科学、数理科学、これ以外にもいっぱいあると思いますが、駆使して、予算の範囲でできるものを提案していただければと思います。でやっぱり実施体制ですが、システムってどうやって作るのっていうお悩みの方もいらっしゃるでしょうし、チームってどうやって組めばいいの、先ほどJC の方からの、一般的なクレストの立ち上げのやり方はございましたけど、ユニークな成果を出すだけですから、ユニークな体制があってもいいと思いますし、相談させていただければと思います。あと企業とやらないとダメなのとかいう、そのちょっと文章的に安藤はパーが必ずしも明確に書いてないところがあるので、今日、来た方はその辺が明確になって帰ってきてよかったなとかいうふうに書いていただければと思いますし、来れなかった方は私のビデオ等をご覧になって、検索して こういう意味なのかっていうのをご理解いただく。あと私やっぱり若手では研究代表者にならせたいってさせたいなというふうにすごく思ってて、ATR の経験からもそういうのをすごく感じてるので、若手でも若手といえば先駆けっていうのが一般的でございますけど、クレストもいいじゃないかと、いいアイデアがあれば、そういうのをウェルカムで受けたいと思います。で私自身は研究領域はチーム型の研究で実施して、先ほども言いましたインターネットを含む実環境で実証を視野に入れてほしいのと、原則 5.5 年、先ほどご説明あった通りです。でやっぱりシステムの構築のバランスと組み合わせをうまく考慮するっていう、これが日本の人たちはこのシステム作り結構弱いんで、じゃあ萩田先生は上手なんですか、いやいやいろいろ悩んでますね。でもシステムを作っていけないとやっぱり世の中に入っていかないので、これからぜひ、みんな悪戦苦闘してワクワクしながらやっていけばいいかなというふうに思ってます。それで先ほど言ったアンドパワーのところはですね、実環境での実証を踏まえた統合研究チーム体制でアンドパワーで、研究成果の価値具現化や実社会の普及加速に向けた産業界との共同研究チーム体制、これはどちらか一つでもいいですし両方あってもいいです。あとは提案のインパクトと予算の関係になるかと思います。それは私どもの方で判断させていただければと思います。でなおこの分野でとにかく魅力的な成果をどんどん出しつつある人については、若手研究者でもスケーラビリティのあるシステムを提案していただきたい。だ実際のお金はですね、あるお金の範囲でしかシステムを作れませんが、それにスケーラビリティの要素とかですね、ディペンダビリティの要素があれば必ず広がっていくはずです。だそういうセンスをどうやって盛り込んでいただくかっていうのが、私は期待したいと思うので、そんなに期待しすぎないでくださいとか言わないで、遠慮しないでどんどん提案していただければと思います。あと他の研究領域との連携ですが、これは木瀬川先生ですとか田中先生とか、時々お亡くなりになりましたけど西田先生 そのプロジェクトとか石田先生の先駆けですとか、今後は始まる安浦先生の先駆けですとか、そういうものがございますので、そういったところともやるのと、あとやっぱりホライズン2020だとか NSF だとか、やっぱり日米とか日豪とか、そういう国際シンポジウムもお互い同じようなこと悩んでます。
私もなんとか最近EC にブラッセルに行くんですけど、同じようなこと悩んでます。だからすごくコラボやった方がいいし、まあ日本人の留学生が少ないとか言ってますけど、私はある意味こういうところでコラボしてって、実際、実際動かないシステムを動くようにしたぞみたいなところの経験の方がはるかにいい経験をされるんじゃないかなと思うので、まあ、クレストを通じてそういう経験もできるように私としては努力していきたいと思います。あと最後に言いましたけど、倫理法的な社会的な問題への配慮から、まあ、ぜひ人文社会科学分野の専門家を集めたワークショップ、まあ、弁護士の方を入れたようなやつとかですね、そういったものも開いていって、我々の技術が本当に世の中に普及するためのいろいろな課題も一緒に議論していきたいというふうに思っております。非常に駆け足で話しましたので、おい、ちょっとわかんないぞっていうことがありましたら質問していただければと思います。ご清聴ありがとうございます。